はい、こんばんは、りょうちんです。最近あのダイソーとかね、セリアとか100円ショップの中の一つ、キャンドゥに、行きました。そしたらこの脳トレって書いてるパズルブロックが置いてたんで、ちょっと買ってみました。で、今ね、このダックスフンドなんですけど、レベルが1っていうところで、レベル5まで売ってたんで、今日からね、一つずつちょっと紹介できればなと思って、撮っていきます。で、どうなんですかね、対象年齢は12歳以上って書いてるんで、まあすごくね、小さなお子様は、まあできないものなのかなと。まあ一つ一つのね、パーツっていうかピースが小さいので、もしかしたらすごくやりにくいのかもしらん。手先が器用じゃないとやりにくいのかもしれないですけど、まあせっかくなんでね、まあこういったもんですよという紹介にもなればいいかなと思いますので、ちょっとやっていきます。はい、じゃあ中身に入ってるピースがこんな感じですね。普通の、なんやろ、こういうパズルでは珍しい形ですね。シャープみたいな感じなんかな。シャープとか、それのまあ変形型とか、そういう感じの組み合わせになってます。中はシンプルで、このピースと説明書だけですね。説明書見ていきましょう。組み立て方も書いてるんですね。こういう風に組み立てるっていう。ちょっと一回やってみますか。どんなもんかね。じゃ今からちょっと作っていきたいと思います。柔らかい。素材は柔らかい。ちょっとね、力入れると、大人の人が力入れるとちょっと曲がるかなっていうぐらいのプラスチックですね。作るだけでのおトレになるんかな。全く同じ形じゃないんですよね。こういう感じで全く違う、同じ形ではないので、それをしっかり見ながら、合わせていけと。そういう感じのパズル。でもこれ説明書ないと難しいな。さすがに説明書なしでは作られへんぞこれ。そんな気がします。で、作り方はこれを見ながらやってもいいと思うんですけど、まずここに書いてる通りね、工程ごとに使うブロックを分けると組み立てしやすくなるよというふうに書いてるんで、ここの使うパーツを先に用意した方がいいかもしれないね。これはこれが2つ、これが4つ。見えるかな？中に入った感じですね。でもなんか黙々と作業ができるっていう点ではすごくなんかいいかなと思いますね。なんかこう考えながらとか、こう繊細な作業ってなかなか生活の中で、普通に生活したらあんまりないと思うよね。あー、すごい細かい。で、ここにこう入れて、ここはちょっと角度がついてるんで上に上がってる形ですね。前の背中のここに刺す。
の作ったこれね、ミミを倒すらしいです。見えるかな、こんな感じの犬の顔になりますね。こうですね。はい、で最後に尻尾を斜めにつけると、この尻尾を斜めにつける、はい、説明書があるんで難しさは、まあ、ちゃんとその見ながらねやるとないかなと思います。ただ一つ一つが細かいブロックなんで、そういう意味では頭を使うというよりかは集中する感じになりますかね。はい、じゃあ、残りのねこっちのパーツで、黒、完成図を見ながらね作ってみましょうと。ここで初めて頭を使うかもしれないんで、ちょっと一回やってみます。黒の方が難しいね。説明書がないからやっぱし。色違いとはいえ、若干、説明書によっては、すごくわかりにくいかなぁと。はい、できました。こんな感じ。余りは出ましたけど、書いてましたね。ブロックは少し多めに入ってます、ということなんで、まあ、若干ね、なくなった時のために、まあ、予備としてね、使えるものが あるよ、ということですね。はい。じゃあ、今回はね、ダックスフンドの、レベル1作りました。明日はね、レベル2作れたらなと思ってるんで、ぜひチャンネル登録、高評価、お願いいたします。また、明日お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。